住宅が密集する場所で激しく吹き上がる炎。辺りには消防のサイレンが鳴り響いています。火事があったのは室蘭市江友町3丁目の平屋の住宅です。午前5時ごろ、近くに住む人から隣の家が火事のようだと消防に通報がありました。火はおよそ2時間後に消し止められましたが、住宅はほぼ全焼し、家の中から成人とみられる3人が救助されましたが、いずれも死亡が確認されました。警察などによりますと、この家の住人3人と連絡が取れていないということで、警察は身元の確認を急ぐとともに、火の出た原因を調べています。